今の先生たちの、うん、まあ、働き方改革ということで、はいはいはい、やはりあの部活動を切り離して考えるということで、はい、うん、まあ、部活動の地域移行って今国の方からもね、うんうん、進めてるんですけど、いいことですよね、これは。そう、千葉県では柏市が先行してこういろいろモデルケースやってるんですけど、はいはい、桜もですね、うん、まあ今あの、まあ、ちょうどですね、上鈴にオークスベストさんありますんで、うん、本社が、はいはい、そこにちょっといろいろご指導いただきながら、はいはい、今ちょっと取り組んでるとこなんですけど、はいはいはい、地域移行って実際、うん、あれなんですよ、うん、あの一つの、うん、もう放課後のスポーツクラブを作る感じなんですよ。ああ、そっちの方がいいか。だからスポーツクラブに子供たちが通うっていう形になるんですよ。だから必然的に月謝もかかるし、うん、で先生たちもそこに登録して副業っていう形で、うん、スポーツクラブで働くっていうようなイメージになるんですよ。ああ、なるほど。じゃあこれはどっちにとっても、そうで先生もだからそのまま副業って形になるから、うんうん、今まではもうボランティア給与のそうだったはまあ出るっていう形になるので、あ、いいことですね。あとまた専門性の高い方に教えてもらえるっていう、はいはいはい、例えば野球やったことない人がね、そうなんです、抑えたり水泳やったことない人が顧問がね、そうそう、そういう先生いらっしゃる、そういうね当て職っていうのもあるんで、やっぱそういう意味じゃ、うん、やっぱりこうよりね高度な教育も受けられるし、うん、先生たちも楽になるので、うん、まあで地域と結びつきも強くなるし、そうなんですよ、いいことづくめじゃないですか。まあ、はい、やっぱりまずは先生負担軽くして、ね、子供たちにとってもよりクオリティの高い部活ができる、ね、そうですね。それがあの地域移行、これいろんな問題があるんですけど、はい、やはりまあ、ね、うん、やっぱり月謝払えること払えないことは格差も出てくるんですけど、ね、まあそういったさまざまな問題をクリアして、うん、まあ、今後ちょっと取り組んでいければなと思っております、うん、ちょっと桜からもやっていきましょう。はい、はい、あともう